ヒメカイツブリは、カイツブリメカイツブリ科の鳥類であり、その中で最も小さい水鳥である。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島。アメリカ南西部及び、メキシコから、チリ、アルゼンチンにかけて、また、バハマ、ダイアンティル諸島、トリニダードトバゴに分布する。全長21から27センチメートル、体重112から180グラム。 すべてのカいつぶり類と同様、足は体の後方につき、うまく歩くことはできないが、泳いだり潜ったりするのは巧みである。体は小さくて丸く、くちばしは短く、先が尖る。目は黄色。体は全体として暗色に見える。繁殖成長は肺褐色で、頭と喉は濃黒色。胸は褐色を帯び、下部は単色。飛ぶと翼に白斑が見える。 批判食器は喉が白色を帯びた単色で、幼鳥は成長より淡い灰色である。ヒメカイツブリは大きさと色によりごあ種が認められる。淡水地、故障、緩やかな流れの河川、道路側溝、マングローブの生える沼地など様々な湿地に生息する。通常、特に縁に沿って多くの植物が生える水域を好み、ほとんど層で覆われた湿地も利用する。 ヒナが大きな魚に捕食されるのを避けるため、繁殖時には小さな水域を選ぶとも考えられる。一年の多くは単独活害で見られるが、非繁殖期には時に20羽以上の群れとして集まることもある。他のカイツブリ類と同様、潜水をして小さな魚、甲殻類、カエル、水生昆虫など様々な水中の小動物を捕食する。水中で餌の多くを追い、 平均12.5秒それぞれ潜水し、2から24秒の間一時浮上する。中年繁殖する。テキサス州では1年のどの月にも映像が見られるが、熱帯のものは雨季に繁殖する傾向がある。カクツガイは水面まで1.5メートルくらいの深さに根がつく植物を支えとして、植物性の小ぶりな浮き巣を作る。メスは3から6個の白い卵を産むが、 湿った素材がすぐ卵に茶色のシミをつける。私有療法で放卵し、21日後に孵化する。し模様の幼鳥は時々親の背中で運ばれる。繁殖期の声は馬のいな泣きにも例えられた。ありがとうございます。